皆さんがいるのがちょうどこの辺りですね、一番島の一番西の端っこ、今駐車場になってるんですけど、ここ総役所跡っていうところ、総役所って何かと言いますと、役所です、市役所みたいなもんですね、いろいろな行政機関がこのここに立っているというところで、上に登らなくてもここでいろいろ手続きができた場所になります。で、今から皆さんここからですね、大天門というところを通って、本丸まで行きます。もっと本当は広いんですけども、大体1時間ぐらいということなので、この本丸からまた帰りにちょっとこう時間を見ながら、西の丸一帯行ければ行って、また駐車場に戻るというコースになります。北側に稲葉川という高田駅前を流れている川ですね、からと南側に白滝川という川があります。この川に挟まれたですね、まあ、言い方は、絶上の大地という下みたいな形、ベロのような形をしている大地の上に、作られています。で、この川はですね、川からこの本丸までの高さの飛行差、高さの差がだいたい100メートルあります、うん、だからここに本丸まで行った時ちょっと怖いですけど、少しこう下を伸ばすとかなりのこう飛行差があるのが感じ取れると思います。主にですね、ちょうどですね、この山自体が阿蘇山が噴火した時にで流れ出てきたですね、火砕流によって作られてます。竹田全体もほとんどその火砕流でできてまして、阿蘇がボーンと噴火してですね、ダーッと流れてきたのに覆い尽くされているのはこの竹田一帯で、川に削られて残った部分の上にこのお城が築かれて、この崖の上にですね、また石垣をついて作ってますので、難攻不落のお城って言われているのはそういうところですね。なかなか攻めづらい場所に作られています。はい、じゃあけど岡城自体は建物はもうすべて取り壊されてますので、上には石垣しか残ってないんですけども、総石垣ってすべて石垣で囲まれてますので、石垣の雄大さ、壮観な様子が上に上がると見ることができますので、出発をしたいと思います。30年代か20年代か分からないです、救命所を作るためにですね、削ってしまったので、今実際この半分くらいの広さで、このくらいの高さのところにその役所があった。さっきご説明したですね、阿蘇山が噴火した時に流れてきた火砕流、これ1回の噴火で大変に取る分野です、ね、これが大体阿蘇山が3回目に噴火した、阿蘇山火砕流って言うんですけど、阿蘇の3回目の火砕流って阿蘇山っていうんですけど、大体12万年ぐらい前に噴火した12万年ですね。10メートル以上耐久をしています。非常にですね、硬いんですけど、ブロックで外れるんですね。柱状設備って言ってですね、柱状に足元に、これは柱状設備と言いまして、足元にあるのがですね、だから今ここはですね、アンカーボルトっていうアンカー、鉄の棒で落ちないように串刺しにしてます。板の塀があったんですね。ここから見えないよ。板塀やったんですね。それは初めて聞きましたね。旗立てるイメージがあった。それは持ってないかな。朝最初に見たところに古い絵図があるんですけど、あれで見るとここに板塀があるのが分かると思います。それとこの坂なんですけど、昔来たことがある人はここに石畳があったのを覚えてたんですけど、石畳に敷かれてたんですけど、あれは昭和時代にね、なんか作ったみたいで、外すとですね、昔通りの道が出てきます。で、この階段じゃないんですけど、斜めにこう石が入ってるのが分かったんです、これもですね、
上から水が流れてきて、道路が傷まないように、こう流れた水がここに当たって、そこに流れるようになって、工夫されて作られているものです。それは初めて知りました。いいですね。陸上の名手ですね、はい、伊賀上野城太郎屋敷太郎出た太郎もう一つは、土石流って建物を建てて、建てた石をこう見せるようにして、建物の様子が分かるように、ここにちょっとあちら側に、時間があると思いますけど、ありますので、西の中敷地っていうところです。城内でですね、一番狭くなってるところ。大手門から攻め込んできたら、もうこんな狭いところに集まってきます。そしたら、表面に石垣を作ってですね、直進できないようにして、鍵状にしか進めないようにします。で、当然そこには門がつくんですけども、で、この上に櫓があるので、この狭いところにこう集まってきた敵をやっつける。直進的に進めないようにして、守りやすい形を作っています。で、本丸の向こう側に同じようなですね、東の中仕切りっていうのがあります。これはちょっと今日時間的に行けないんですけど、そこはですね、こことは逆で、ちょうどこれに当たる部分のところを、堀を掘ってます。深い堀を。堀を掘って直進できないようにして、やっぱり鍵状にしか進めないように作られてます。後ろの石垣と、パズルをピシャッとはめてるようにこれフロートの技術がいる積み方なんですけど、切り込み針、切り込み針、こういうですね、なので本丸コロコロ一番重要なところをこういう高い技術で作っている、これはもう岡藩の見えの部分だ、ね、俺たちはこれぐらいの技術を持っているんだ、見えるようにほぼ畳の地上より大きいですかね、これ、まあ、大阪城の畳ともっと大きいのあるんですけど、まあ、大阪城の原型がこのぐらいなのかなと、これがかなりの大きな石です、これもそうです、これが畳の地上ぐらいあるような大きな石を使って、まあ、自分たちの力をここに保持しているで、先ほど質問が出たんです、この石全部川沿いから切り出して持ち上がる、で記録ではちょうどこの川の合流点の下のそこに今でも石分かるんですね、岩穴っていって石を切るときにこういう穴がそういうの残ってまして、でそこで切り出したのを車に乗せてね、車多分第8車自動車じゃない第8車に乗せてでこれこれ運んでいって積み上げていったんです、うん、で終わったらですね、これ幕末の話なんですけど、終わった石垣の運んだりするのが終わったら、山下茶屋っていうところがですね、先ほどの灰田原、今ホテル岩木屋が建ってるところ、あそこ山下茶屋っていうんですけど、そこにそこで働いた人を集めて、藩主がこうちょっとしたつまみとお酒を振る舞ったとかですね、
だからかなり重労働だったんですね。運べるんだって力を示すのもありますし、一説ではまじない的なですね、魔除けとかそういうのがあるって言われてますけど、まあ、おそらくその力の象徴だと思います。これがすごい技術が、あの石の形に周りの石全部削るんですよ。きちんと自然のこの石の形に他の石をきれいに切ってはめると、で面をきれいにしてるんですね。これ自分たちの力技術力っていうのを見せる一つのものとして、ちょうどこの入って正面に2つも並べてますので、それから先ほど言ってヤーナっていうのがね、これです。ここに2つ飛んでいくと、この岩がパカッときれいに割れるんです。そういうのが石切り場にもいっぱい残されてます。ちょうど大前山のですね、中腹、今ちょうど雲がかかってると、雲の影が、あそこにですね、三大藩主のお墓、中川北清子ですね、入山候補所っていうの、ちょうどあの辺りにあります。雲がかかってるところ、雲の下、影が少し大変な右の肩口ぐらいにですね、黒くなってるところ、あの辺りに三大藩主のお墓がある、日本一高いところにある殿様の墓っていうの、方を研修して熊さん、岡山から来て儒学者の方で、ちょうど三大藩主が招いてですね、いろいろ治山とか治水とかにアドバイスを受けて、その時にちょうど竹田駅のところに後ろから滝があるの知ってます、竹田駅のが、あれは木バル色っていう色なんですけど、その熊沢万段の話を聞いて、岡藩が作らした水路の一番末流ですね、一番最後あそこに落ちて終わってる。で、あの滝は人工的な滝です。その時にできた滝になります。江戸時代の最初の方ですね、竹田で一番古い色になりますので。県庁の前の通りの同じものが、実はこれ、その大下氏がそれを作った時に竹田に持っていただいたものらしいんですけども、後ろに膝を掘って今ね、そこに訳したのがあるんですけど、朝倉文夫さんと滝蓮太郎さんは、竹田小学校で、同級生じゃないんですけど、同じ時に学校に通ってた。で、その時のことを思い出しながらこれを作ったって書いてる。その中読むとですね、学校でオルガンを弾くのを許されてたのも滝君だけだった。学校の裏山で尺八を吹いて、全校のみんなを楽しませたとか、そういうのを朝倉さん本人がこう書いてる。だから多分本当にあったことなんだと思うんですけど、実はその学校の裏山がですね、おそらく岡城になる。その学校というのが、ちょうど向こうのところに下原門っていう、地下道門って門があるんです。それを降りついたところが学校なんで、学校の裏っていうのはちょうど岡城になる。間違いなく蓮太郎は子供の頃岡城に来てる。その時のイメージでこういう町を作ったのは間違いないと私は信じます。新しく作ったトイレと休憩所なんですけど、本当はですね、これ2階建てに行きたかったんですけど、なかなか許可が出ずに1階建て。なんで2階建てにこだわったかというと、もともとここにね、江戸時代、風呂屋敷っていうのがあります。お風呂。藩主が入るんです。で、そのお風呂屋が、この1階がお風呂で、2階があって、2階が本丸と繋がってたんです。で、藩主が本丸からそこを通って、風呂に来てた。お風呂といっても、こう湯船に浸かるやつじゃない。風呂っていうんで、もう蒸し風呂で、サウナみたいな。お湯に浸かるのは湯殿っていうんで、蒸し風呂があった。で、この先端には月見櫓っていうですね、建物が建てて、非常にここに、ね、風流な感じがする建物が建てたって、今もあるんですよ。三大藩主の久清、先ほどの久清さんが西の丸を作るんです。で、久清の時代まで西の丸はなかったんですけど、西
の丸って自分が隠居所として作ります。でそこから先ですね、結局隠居してますけど実権は日田町が持ってるんで、政治の中心とか、まあ、行政的な部分は全部西の丸で行われるようになって、それから先ですね、西の丸が殿様住むようになって、で本丸にはあんまり住まなくなって西の丸が中心になっていく。それと、まあ、本丸の意味の説明なんですけど、今ここも北海道天満社があります、ね、天満社あるんですけど、これ、よく先ほどちらっと皆さんに言ってたんですけど、東薩戦の島津が大友と戦う東薩戦の時に、岡城に2万とも3万とも言われるですね、島津軍が来て、1000とか2000ぐらいの数でそれを退けたっていう、地が近いしですね、その話、まあ、有名な話なんですけど、その時の岡城っていうのは、この本丸より東側が中心、今、病床あたりのところが中心で、こっちの方は、まあ、お城の中ではなかったって言われてます。ただこの先までずっと出城みたいなのが点々とあったんですけど、中心は向こう側に。ここは何だったかと言いますと、ここはもともと天神山っていう山なんです。もともと天満社が建ってた。で、はい、で中川家が入ってきたときに、その滋賀小左衛門の屋敷を仮の本丸にするって、それが今の病床で、滋賀時代の滋賀近吉の屋敷があったところに仮に入るけど、天神山を本丸に見立てますって、天神山を本丸にします、ここを本丸にして、ここを作っていってこっちに移ってきた。で それまではここはあんまりそう神社があっただけで、ただの山だった。でそれから先ですね、ずっとそれ前からあと天満社は江戸時代の間ずっとこの本丸にあり続けます。ずっとだから、廃藩置県で藩主出て行った後、今皆さん立っているところは市の土地じゃなくて、ここ神社地、神社の土地を借りてる形ですね。花蔵は御金蔵蔵、一番重要な花蔵は本丸の中、ここに土地だと。南の駅の時はここで戦いはされていません。若干ですね、薩摩の人が入ってたみたいなんですけど、基本的にはですね、これよりまだ西側の先ほど言った山下寺って、今中川神社って神社がある、中川神社とかですね、武田の文化会館、このグランス武田の周りの山、それと九十に登っていくところのある木村城というお城がある、そこと、あと高速道路で来たと思うんですけど、ちょうど高速道路の武田インター降りたところ、あそこものすごく激戦地で、あの辺りで戦って、結局武田の町にもう守りきれずに、薩摩の人に、そのまま上の方に退却してますので、ここでの戦闘は行われてない。彼方に見える山が阿蘇山です。この辺が一番いいですね。最近よく見えるんですけど、ちょうど最高の山の話なので、見えないですけど、この辺が煙が僕もかかってるので、まっすぐ。あの地平線が阿蘇の外輪山の一番端っこです。阿蘇からドンと落ちてる。で、あそこで噴火したやつがここまで流れてきて、あ、ここまでですか、ここはまだ近い方で、四国の方まで行ってるっていうんで、おそらくかなり高かったんだと思います。そうです。噴火で陥没して今のカルデラできたって言われてるんで、かなり高かった、ここから見上げるぐらい高かったのかなと。これまあ立派なねお城なんですけども、昔ですね、私古文書ペディアの高田先生が武田にいらっしゃった時に聞いた、まあ参考までのお話でございますけども、この形がですね、お城の形がまあ船の甲板に似ているということで、フランス語で船の甲板のことをアルカザールと言います。まあ熊本市にアルカザール四つ橋というマンションもございますけども、そのアルカザールをドイツ語読みすると岡城ということで、もしかしたらそのね、岡城るから岡城と来てるんじゃないかなということを話もされてました。
またあのかまぼこ石などをですねお話を先ほどしましたけども、ちょっと中世のお城、中世失礼しました、あのヨーロッパのお城に似ているということなんですね。で、まあ、実際ある時ですね、市長、竹田市長の秘書さんが竹田市長の机の上に中世のドイツのなんかお城かなんかの写真を置いてたら、市長がそれ見て、あ、岡城やっぱすごいなと言ったそうなんですが、岡城ではなく中世の、ヨーロッパ中世の、まあ、ヨーロッパのお城だったと、そういうことに似ているということで、なんかキリシタン文化と関わりがあるのかなというお話を聞いたことがあります。ようこそこの岡城を攻められた。いかに攻めにくい城か、皆様に我ら鉄砲隊入り口にしてくる。入り口。